その記憶は謎の伝説、その記録は砂の伝道、所属も距離も問わない日本ダート競馬の頂上決戦。今年新たにレジェンドの系譜を継ぐのはどの馬か。第17回 GBC クラシック出走全馬の入場です。11月3日は俺の日だ。1年ぶりの勝利、1年ぶりの表彰へ、ディフェンディングチャンピオン1枠1番アウォーディー504キロ、鞍上は武井豊57キロ。名手たちを乗せたその背中、お背を胸に今日も走る。2枠2番フェスティブイエル492キロ、鞍上は的場邦夫57キロ。冬の川崎で G1 馬の仲間入り、逃がせば怖い、しぶとい粘り越して2つ目のタイトルへ。3枠3番オールブラッシュ487キロ、鞍上はクリストフルメール57キロ。浦和に移籍し力を発揮、帝王賞では地方馬最先着、鋭い背足を今日も見せてくれ。4枠4番タマモネイビー490キロ、鞍上は重田健一57キロ。直線だけあればいい、必ず切れるその背足、怒涛の追い込みにかける。4枠5番三つ葉462キロ、鞍上は松山浩平57キロ。大井の帝王的場邦夫が鍛えた力、地元大井で爪を研げ牙を抜け。5枠6番サブの好評493キロ、鞍上は和田ジョージ57キロ。残すは G1 タイトルのみ、末脚の輝きを取り戻せ。5枠7番グルンツント480キロ、鞍上は森タイト57キロ。大舞台で常に輝く繰り毛、常に弾む末脚、昨年の JRA 最優秀ダート馬、6枠8番サウンドトゥルー477キロ、鞍上は大野拓也57キロ。昨年のジャパンダートダービーでは大健闘、同じ大井の舞台で復活を栄冠を。6枠9番バルダッサーレ483キロ、鞍上は三鴨と飲み組57キロ。あの東京大賞典から9ヶ月、日本テレビ杯で久々のビッシュコスタンタン。7枠10番アポロケンタッキー563キロ、鞍上は内田博之57キロ。芝での活躍に未練なし、砂のこの場で大殊勲を。7枠11番ハーキュリーズ449キロ、鞍上は保の宗也57キロ。天王賞驚く背足で G1 ダッシュ、その大井で今日は逃げるか追い込むか。8枠12番 KT ブレイブ503キロ、鞍上は福永雄一57キロ。同期はあの北欧たる前、全19勝を誇る大井の古豪、ホームアドバンテージを生かして強い世代の意地を見せろ。8枠13番スパイヤー534キロ、鞍上は安藤陽一57キロ。以上13頭、一番強いのは、一番すごいのはどの馬か。2017年 JBC デーのクライマックス、第17回 JBC クラシック、間もなく発走です。
いっぱいの歓声に包まれました TCK 大井競馬場。第9競走は農林水産大臣賞典第17回 JBC クラシック G1 です。距離2000メートル、今年は13頭で争われます。ここまで16回行われました JBC クラシック、連覇を果たした馬は3連覇を果たした馬も含めまして5頭、ここまで勝ち馬は9頭です。10頭目の勝ち馬誕生となるか。13頭枠入り完了、スタートしました。外目ケイティブレイブ、いいスタートを切りました。今日はこれは前に行きそうです。内からは3番オールブラッシュ、2頭の間から並んできます。6番のサブの黒表、先に行くのは3番のオールブラッシュ、サブの黒表2番手、これに接近は三つ葉ケイティブレイブ、そして1番のアウォーディー好位に取り付きました。これを見ながらバルダスターレ、そして外に10番アポロケンタッキー、内からやや追い上げる7番のグレンセント、前のグループを見ながら2番のフェスティブイエル、後方少し離れまして8番サウンドトゥルーは後ろから4頭目、さらに離れてタマモネイビー、ハーキュリーズ、そしてスパイアと続きます。前の方固まって向こう正面、先手3番オールブラッシュ、逃げてリード1馬身です。2番手6番サブの黒ヒョウ、その内側に1番のアウォーディーは3番手、並んできたのは5番の三つ葉、2番手集団3頭固まって、これを見ながら9番のバルダッサーレが中段の前、内に並んで7番グレンセント、その後ろに12番のケイティブレイブ、外目追走、そして内側は10番アポロケンタッキー、やや鞍上手が動いています。後方に2番フェスティブエル、これに代わって8番のサウンドトゥルーンがじわっと押し上げて前を追っていきます。あとは離れましたタマモネイビー、さらに離れて後方からの競馬がハーキュリーズ、そしてスパイアです。3コーナー残り600の標識を通過、先頭は3番オールブラッシュ、並んできたのは5番の三つ葉、そして12番のケイティブレイブ、ケイティブレイブと三つ葉が前に並びかけて4コーナーです。その後ろに7番のグレンセント、続いて4コーナーから直線前は今度は5番の三つ葉が先頭、並んでくる12番のケイティブレイブ、その内からはアウォーディー、アウォーディーも追ってくる、さらに外からサウンドトゥルー突っ込んできた、伸びる伸びる伸びる、外からサウンドトゥルー、サウンドトゥルーがケイティブレイブに並んでくる、内の方からはアウォーディー、懸命に三つ葉とケイティブレイブ真ん中粘っている、しかし外から8番のサウンドトゥルーが捉え切った、8番サウンドトゥルー先頭でゴールイン、2番手接戦。道中後方からこの末脚がこの馬のレース、8番のサウンドトゥルー直線外からの追い込み決まりました。勝ったのは8番サウンドトゥルー、前に行った各馬をまとめて面倒を見ました。12番のケイティブレイブと5番の三つ葉は並んで2番手争い、12番ケイティブレイブが外、5番の三つ葉が内、三つ葉とケイティブレイブは2番手争いで接戦、連覇を目指しました1番アウォーディーはその後ろ4番手、5番手で7番グレンセント、それから3番のオールブラッシュが続いています。勝ったのは8番のサウンドトゥルー、8番のサウンドトゥルー勝ちました。 JBC クラシックはおととし2着、昨年は3着、2度悔しい思いをしてきましたこのサウンドトゥルー、3度目の JBC クラシック挑戦で見事頂点に輝きました。8番サウンドトゥルー勝ちました。これで G1 は3勝目、大野拓也騎手はおととしのレディスクラシックに続いて JBC2 勝目、JBC クラシックは初制覇となりました。勝ったのは8番サウンドトゥルー、2番手争い接戦です。レースタイムは2分4秒5、ゴールまでの 800m 50秒3、600m は37秒8と掲示になっています。2番手争いわずかに外ケイティブレイブでしょうか。お買い求めの勝ち馬投票券、着順払い戻し金確定までお捨てになりませんよう大切にお持ちください。
お待たせいたしました。大井競馬第9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。単勝式8番570円、複勝式1着8番180円2着、12番180円3着、5番420円枠番連勝複式681100円枠番連勝単式682490円普通馬番連勝複式8番12番1050円馬番連勝単式
8番、12番、2440円ワイド。8番、12番、360円。5番、8番、1380円。5番、12番、1240円。三本賞複式。5番、8番、12番、5720円。三本賞単式。8番、12番、5番、27570円。以上でございます。